こんばんは、ハヤトです。皆さん、こんばんはと。ただいまの安藤の時刻は2020年4月13日月曜日の午後8時56分です。これが見れるということは、午前中に起きれずに株価を見れませんでした。午前中のね、今日は特にお知らせはないと。今週も楽しい放送がお届けできるよう頑張りますからねと。それではバイバーイ。バイバーイじゃないか。とりあえず株価見に行こうかな。気になる株価、株価の前にここ行かないと。もう56分だからね。服いいのあったら買っとこう。いいのあったら買っとこうって俺金ないんだ。1円しかないんだが1円しかないんだったら買えないんだが。あ、何これ、買いたい買いたいがお金がない。残念。まあしゃあない、諦めよう。とりあえず株価見に行こう。この株価を見ることによって、今週の傾向が分かるわけですよね。はいはいはい、いらっしゃいましたよと。はいはい、今日の株価は、ただいまの株価は、おお、89円ね。はいはい、了解でやんす。まあ、そしたら今日は何やろうかな。あ、とりあえずあそこ見に行こうかな。キャンプ場、人いるかな。キャンプ場って何日に1回来るんだろうね。よくわかりませんけれども、よし、ヨッシーの前に、あれあれだね、スコップがない。あ、ピコーン言うてる。あ、ハヤトちゃん、やめてな。ちょっとハヤトちゃん、聞いたよ。なの、何ですか。まだこの安藤を一躍有名にして、トタケケさんを呼んじゃうつもりなんだって。そうなんですよ。そんなことが現実に起こったら震えてる。もうめっちゃ最高じゃん。だよね、トタケケ早く来てほしいよね。よし、あんたとたぬきちさんのでっかい夢、あたいも一緒に見させてもらうからね。うん、あたいに手伝えること何かあるかな。ただ島のどこかにパワースポットを使っちゃえばいいんじゃない。何ですかそれ。それだったらあたい、島の運気が上がりそうなグッズを探してあんたに差し入れする。ん、例えばこれなんてどうかなと。そのポップコーンマシンね、あたいなんて、パ、なんだめっちゃパワーをもらってる感じなの。出来たてのポップコーンはいかが。まあ、パワーを配ってるよね。ポップコーンを配ってるよね。だから島のどこかに飾っておいたらパワースポットか。出ないと思うぞ。ゲーセン感が漂うぞ、多分。飾っておこう。そんなに言うならな。ああ、こういう感じね。めっちゃ今、キティちゃんを想像してたから。そうですか。よ、おい、座るな。お前も座りたいって。へへ、ここはオイルのお気に入りだから、今はダメだぞ、なんちて。かわいいもんだな。とりあえず、スコップ取ってこよう。スコップがいるね。やりたいこと特にねえや。イースターが終わっちゃったからね。そしたらスコップを通りまして、もう普段の日常をやるという感じな気がしますね。住民に話しかけてみたいな。ジャスミンとジミーに話しかけよ。ジミーがね、最近の俺のマイトレンドなんだよね。面白いんだよ、ジミーが。あれ、どこ、あ、これだ。はい、違う違う、もう卵出ないよね。この辺化石でしょ。化石を掘り出したよ。この辺にもあったね。 OK。 あ、もう9時になってから、あ、閉まってんね。閉まったな、しまってんね、しまった。石叩いてお金、あ、たたたた、やめて、よいしょ。金が欲しいな。金っていくらで売れるんだろう。おお、金出た。
金が欲しいなって言ったら金が出た。やった。音声入力ありがとう。いい薬です。そしたらここも叩こうか。あ、株があると叩けない。株をこの辺に置いときまして、よし、ここじゃない、ここだ。そこと、あれあれあれ違うよと。よし、 OK。 これ叩こう。ワン、卵が出んから、まあいい感じ。鉄が、鉄すごいね。鉄が集まるね。そしたら住民の皆さんにも話しかけないとな。あ、座ってないからなんかお話が聞けそうだぞ。よう、相変わらず元気そうだな、なんつって。お前の方が元気そうだな、よーってお話ししよう。隼人、お前昨日ウリちゃんから大量に株を買い込んだんだって。そうなんですよ。なんで知ってんの。例えば一発大勝負なんです。大勝負よ。全財産かけてんだから。ああ、意外と大胆だな。よく知ってるね。今日がレックスの日？なんかこの人さ、こんばんは。む、君はこの島の住民かな？そうですよ。俺の名はレックス。あらゆる虫と虫の関節を愛してやまないリアル接触系、全然わかんない。リアル接触系アーティスト。あまたの島々を渡り歩きながら造形作品のモチーフとするにふさわしい運命の虫を探しているのさ。足の構造、外骨格の造形、まさに空が作りたもうた奇跡。ちょっとわかんない、この人の独創性に優れている。他にあるというのか。虫をま、いな、ないわかんない、この人わかんない。というわけで君さん、もし虫を捕まえたら俺に売ってくれないか。うん、地盤じゃないけどさ、俺虫ゾーンの広さには自信があってね。どんな虫ゾーンとは何ですか。どんな虫でも買い取り可能だから。はいはい。あ、それと別件なんだけど、もし俺の作品に興味があるなら声をかけてくれ。作品とは。あ、興味ある。まああるある。聞いてくれるのか。生まれながらにして完璧な虫のフォルムはまさに空が作りたも好きだね、その宇宙を空と読むのと、その作りたもうた奇跡っていうの。俺はこの虫の美しさを世の中に広く伝える使命を持ってる。造形作品の制作活動をしてるんだと。まあ分かりやすく言うと虫の模型を作ってるんだけど、だこの人が魚も作ってるみたいな話をジャスティンから聞いて、俺みんなにもこの奇跡を感じてほしいから制作は基本無料で寄らせてもらってる。虫さえ持ってきるって来てくれたら受け付けてるよと。へえ。もし作品にしてほしい虫があるなら同じ虫を3匹連れてきてくれと。今は虫ないからね。俺は祈っている。君が運命の虫と出会えるように。よし、虫と言ったら人面カメムシ。人面カメムシをここに3匹持ってって、人面カメムシ作ってもらおう。模型ちょっと見てみたいよね。人面カメムシの模型欲しくない？よし、もう2匹捕まえれるんだが。あ、え、3匹出た。早っ。おい、あ、え、あ、あ、大丈夫。左にもいたから。これが人面カメムシなんですわ。一回逃げてもすぐ寄ってくる、この人面カメムシのしつこさよね。はい、もうい、うわー、危ねえ。今んとこ2匹逃がしてるんだが、5匹中。これは捕まえないと、ちょっとそろそろまずいと。よし、OK。これで3匹目ですね。OK、OK。これを、
これを持ってくと人面カメムシをもらえるっちゅうことか。所詮俺たちには虫のすべてを知ることなんてできないのさ。なぜなら虫たちはこの世界をはるかに高次元の意識で捉えているのだから。わかんないけどその服かっこいいね。あ、すまない。どう、虫は見つかった？見つかったよ。作品を申し込みたいです。ごくり。なるほど、覚悟と準備はできているみたいだね。では教えてくれ、どの虫の作品を手に入れたいのか。これ、おお、人面カメムシ。これは燃える、燃えるよな、人面カメムシっていうこの言葉に。作品作りのために3匹もらうけどいいか。いいよ、お願いします。なんかピコーン言うてる。女同士でレイラと誰だっけ、マージみたいな名前の。ごくり。くぐく。わかる、わかるぞ。俺の魂は今喜びの青い炎に包まれて燃え上がっている。ちょっとわかんないよ俺は。ついていけない。作品が生まれたら郵送するよ。あ、なんでそういうことか。これ今もらえるかと思った。人面カメムシの奇跡楽しみに待っていてくれと。了解よ。ルーズだ。レイラちゃんがくれたさくらんぼが超美味しかったの。ああ、女子っぽいね。甘くてジューシーで、ああ、思い出しただけでまた食べたくなっちゃうよ。その辺にいっぱいなってるで。取っていいぞ。よ、レイラ、こんばんは。おどーす、リーダー。うるさ。元気してるじゃん。これが三密というやつですね。話しに来たよ。ここ最近のうちは絶好調さ。今日の天気みたいにね、ジャンよ。あ、そうなの？今日の天気は絶好調？あ、雲がない。これもしかして、あれじゃない？待ってたらさ、流れ星来るんじゃないかな？来ないかな？違う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 。ジャスミン。絶対 DIY 作ってなかったわ。こんばんは。いらっしゃいと。どうぞくつろいでくださいね、ちゃ。おしゃべりしよう。そういえば昨日、たくさんか。お買い得ではなかったね。なんで知ってんだろう。105円とかだったね。今週のうちに値上がりするといいですよね。値上がりするよ、絶対。頼む。てかしてくれ。バイバイ。また株の話だったね。あとはジミーだね。この家2軒だかな。ここが多分ジミー。なかなか好き、このジミーが面白い。あ、 DIY でしょ。いいね、ジミー。なんか全然地味じゃないね。家がいい感じ。俺の家よりいいじゃん。交換しようぜ。あ、ハヤト君、ちょうど DIY の作業最中で楽しくてつい没頭してたよ。ヒュー。何作ってんの？今木製ダブルベッドを作っているんだ。おお。こないだ夜空を見てた時、僕の頭の中にビジョンが降りてきたのさ。メルヘンだね。特別にレクチャーしようか。欲しいね。あ、心配しないで。ちゃんとメモしてあるから、これさえ見れば大丈夫だ。レクチャーはいらないね、じゃん。ありがとう。多分持ってなかった。ハヤト君もぜひチャレンジしてねと。作ろうじゃない、覚える。ふむふむ。はいはい。ありがとう。バイビー。キュピーンと。そしたら、ここが誰だ？あ、違う。こんばんはと。誰ですか？あ、うん、サンデー。あれ、君とも話してない。久しぶり。ごめんね、忘れてたよ、存在を。じゃあ、昨日僕がいっぱいおしゃべりしてたのは夢の中の君だったのかな。かわいそうに。ごめんな。話しかけてやれなくて。何、どうかしたの？ダオン。世間話でもしませんかと。僕、食べるのは大好きなんだけど、お料理するのはちょっと苦手なんだよね。まあ。お、なんか缶ジュース持ってんね。オレンジかな。だって、作って食べた後に後片付けを頑張ったらまたお腹が減っちゃう。うん。こいつ料理なんてするんだな。もう生肉のままガツガツ食っちゃうイメージあるよ、俺は。はい、これもらって。まあまあ、話してなかったお近づきの印ということで。何あげよう。
卵でも食う。岩の卵あげる。ほらよ。わー、岩の卵だ。くんくんくん、いい匂い。これおかしいらしいね。ハヤトくん、ありがとうと。もう匂いだけで幸せな気分になれちゃうようだ。いいえ。いいんだよ、全然。うん。今日はレックスに、あれをお願いできると思ったけど、ダメだったから、まあ、この辺で行こうかな。終わりにしようかな。また後日、明日届くのかな。明日のやつが楽しみだね。どんな、模型、どんなぐらいの大きさなんだろうね。ちょっと楽しみに明日を待ちたいと思います。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。バイバイ。